はい、本日も始まりました。イーズル芸術工房、山下雄平です。西本です。今回もですね、天王寺パスカさんに来ております。今回はこちら、ドラゴンボールヒーロー、こちらですね、前回山崎さんが頑張りはったんですけども、ベジットブルーが出なかったということで、今日はベジットブルーと星4つのアルティメットレア、このカードをどんどん狙っていきましょう。わかりました。今回はですね、あらかじめ予算決めます。2000円でベジットブルー、そしてアルティメットレアを引き当てることができるのか、そういった検証でいきたいと思います。じゃあいきます。はい、チーズでした。ピッコロです。ピッコロ一緒に同じカード、ヤムちゃん、僕の好きなヤムちゃん、アバニ星人星1です。ウィルスです。星2です。スーパーレアも出えへん。出えへん。星1です。星やっと3です。星3、スーパーレア、はい、6です。あ、悟空ブラック、星3です。あ、星 3、はい、星1です。ご飯です。それではラスト1000円です。はい、星1です。星1、ご飯です。アルティメット1枚は来てほしい。あ、星1の5点です。やばい。あ、星1です。やばい。シュンシュン、一緒だ。星1です。一緒だ。星2のベジータです。星1です。さあ残りですね、3回です。はい、5点、星1です。あー、星2カメ仙人です。ラスト、というわけで、まあ、残念ながら2000円でアルティメットレア、まあ、キャンペーンもですね、はい、ゲットすることができませんでした。できませんでした。残念です。家に帰ってですね、はい、ちょっとじっくり見てみましょう。はい、はい、こちらのリンクよりチャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではですね、今回のカードを見ていきましょう。はい、前回ドラゴンボールヒーローズを、頑張ってくれたあゆむちゃんも来てくれました。はい、今回はですね、まあ、2000円20回回したんですけども、こんな感じでした。星1、星2が5枚、星3が2枚、以上でございます。いや、こうベジットブルーと、まあ、星4のアルティメットを狙っていったんですけども、ちょっと2000円じゃきつかったですね。まあ、一応ね、値段を調べてみました。星2のカードがだいたい40円から80円ぐらい1枚、星3のですね、孫悟空ゼノ、これがですね80円、星3の悟空ブラック、これがですね90円でした。買おうとすると送料の方が高くなるっていうね、今回は残念でございます。いやー、ちょっと辛い戦いっていうやつですね、これはね。メジットブルーアルティメットを目指して、はい、次回も頑張っていきましょう。それではまた。